平成29年3月11日、阿蘇が舞台となった文豪夏目漱石の小説210日で登場人物が歩いたとされる道のりを阿蘇ジオツアーのコースにしようと現地調査が行われました。この調査は阿蘇にゆかりのある夏目漱石が今年生誕150年を迎えることから記念すべき年を盛り上げるとともに新しく 阿蘇ジオツアーのコースに取り入れようと、阿蘇ジオパークガイド協会が行ったものです。午前10時頃、会員ら11人が阿蘇神社を出発、小説に出てくるお寺の前を通り、河原や雑木林の中、そして草原を歩きました。小説210日は、夏目漱石が熊本での教師時代に阿蘇登山した経験をもとに描かれ、 登場人物のモデルは漱石自身とされています。調査に参加した人たちは、この辺りで漱石たちは道に迷ったのだろうと、漱石や登場人物の足跡をたどり、およそ4時間かけて、阿蘇山麓3合目近くに建てられた210日の記念碑に到着しました。このツアーは、ガイドがおよそ3時間半かけて案内する有料のツアーで、 距離はおよそ8キロ、来月4月から募集開始予定だということです。